まだあったの海外潜売車となりスポーティグレードも存在ホンダの名コンパクトカーといえば日本ではフィットが有名ですがアジアを中心にシティも販売されていますスタイリッシュな外観が SNS でも話題となっていますホンダのコンパクトカーの歴史は 同社が四輪事業に進出した時から2024年現在に至るまで続いており多くのモデルが誕生してきました1981年に登場したシティもその名コンパクトカーの一つですまたシティにはスポーツモデルのターボやオープンボディのカブリオレといったバリエーションも存在しました フィットにも RS というスポーツグレードがありますが、オープンモデルはありません。シティは1993年を最後に日本での生産が終了しましたが、その後も海外専売車として新興国を中心に生産が続けられています。現在、セダンとハッチバックのボディタイプ、 ガソリン車とハイブリッド車というパワートレインの組み合わせや、スポーティグレードの RS も設定されています。さらに、タイなどでは、モデューロのエアロパーツを装着した仕様も存在します。特にマレーシアではシティの人気が高く、ハッチバックモデルは販売台数3位につけるほどです。最近では、 ホンダマレーシアが2024年5月16日にシティの改良を発表し、2024年6月14日にはフィリピンでも、シティ、ハッチバックが改良されました。マレーシアの改良では、内外装のアップグレードに加え、RS グレードにガソリン車が追加され、RS はハイブリッドとガソリン車から選べるようになりました。 外装面では、新設計のハニカムフロントグリル、フロントロアグリル、LED フロントフォグガーニッシュ、リアバンパーロアガーニッシュが採用され、高級感とスポーティーさが向上しました。内装面では、RS モデルに赤くカラーリングされたダッシュパネルや、赤いステッチを縫い込んだコンビレザーシートが採用され、 R 感が強調されています。ちなみにボディサイズは、全長 4369mm× 全幅 1748mm× 全高 1488mm 最大値となっています。このシティには SNS 上でも多くの反響があり、この車こそ日本で出してほしい。 日本は SUV ばかりでお腹いっぱい5ナンバーサイズではないもののスタイルも悪くないし取り回しも良さそうだから欲しいけど日本で売れるかが問題結局みんなが求めているのはかつてのシビックやフィットのクラスそしてスポーティーでかっこいいやつホンダの海外モデルはかっこいいやつが多い気がするという声が見られました 現行型のフィットのボディサイズは全、mm、全長 4095mm× 全幅 1725mm× 全十 1570mm 最大値です。そして現行型のシビックのサイズは全長、mm、全長 4550mm× 全幅 1800mm× 全五 1415mm です。シティハッチバックは、 フィットとシビックの中間のボディサイズです。もし日本に導入すれば意外と需要のあるモデルとなる可能性があります。